プブリウス・セプティミウス・ゲダー・アウグストゥスは、ローマ帝国の皇帝カラカラの実帝で、共同皇帝として即位した。兄である、カラカラと同じく、セウェルス朝の初代君主、セプティミウス・セウェルスとその5妻ユリアド・ムナの間に、生まれた。ただし俗州で生まれた兄とは異なり、首都ローマ滞在中に出生したと考えられている。幸せな家庭を描いた皇帝一家の肖像。 カラカラによって、ゲタの部分だけが削り落とされたという。父がアントニヌス長断絶後の混乱を制して定位に着くと、兄カラカラは副帝に除任され、後継者であることが内外に示された。このことが二人の兄弟仲を裂いたとみなされており、ゲタとカラカラは、お互いを憎むべき性的として意味嫌った。兄弟の喧嘩は野心家であった。 皇妃ユリア・ドムナの悩みの種であり、兄弟の仲裁に奔走した。209年、父、セプティミウス・セウェルス帝は下タをなだめるためにカラカラに、続いて副帝に助任し、これによって両者は対等となった。セウェルス長は、蛮族との戦いの最中に皇帝一家を理想的な家庭として権限したが、実際は家庭内対立を抱えていたのである。 211年に、俗州ブリタニアのエボラクムシで、セプティミウス・セウェルステイは病没した。遺言により直ちにカラカラ遂げたが、皇帝に即位して、新しい知性が始まった。ゲタミカドとカラカラミカドの統治は、共同皇帝制で成功しなかった例の一つで、兄弟は、官職序任から、法律解釈に至るまで全ての分野で激しく、対立した。 いくつかの歴史書は二人が帝国を二分するという案まで提案したと伝えており、とうとう同年の終わりにカラカラミカドは弟の殺害を決意した。何度か暗殺未遂事件を引き起こした後、母、ユリア・ドムナが用意した和解の場でゲタミカドはカラカラミカドと結んでいた百人隊長に刺殺された。ゲタミカドは兄によって殺された上、 ダムナィオメモリアへによりすべての記録を抹殺された。父が描かせた家族の肖像すら、ゲタの顔だけが削り取られ、さらにゲタミカドに近かった貴族たちも容赦なく、粛清された。ウィキメディアコモンズには、プブリウス・セプティミウスゲタに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。